あ、どうも、どうも。今ちょっと なんか 途中で見ていた動画が流れた気がした。はい、どうも。予選プレイインは強敵でしたね。まあ今日は、あれですね。プレイインは関係ない、普通にドラフトをやっていきます。プレイインはね、で、まあ、ちょっと、まあ、プレミもあったから、まあ、あれなんですけど、まあ、難かったっすね。多分、6回ぐらいかかったんですけど、ここまでかかったのは初めてな気がするな。なんか、一番沼った時も多分3回とかだったから、来たかって感じでしたね。どうもどうも、こんばんは。やっていきますか。二勝馬か 二勝馬。ベールドもいいですけどね。基本的にはどっちかで。ただまあまあ、単色のカードではないんだけど、まあ、とはいえ単色でね、受けも広いんで、普通にこれ取りそうですね。候補的にはまあ、これこれ。まあ多分今日二択なんだけど、まあ、ここ避けたいっていう人は、まあ、これかこれって感じですよね。まあ、4択。広く見れば4択。基本的には2択で。赤白がね、まあ、評価がうまく定まってなくて、ここがその、まあ、アーキ的に強いとか弱いとかっていうのがね、はっきりしてくると、まあ、こっちだなとか選べるんだけど、今のところまだね、そこまでの差はないというか分かってないんで、単純なカードパワーで。で、まあ、レア抜けで、あんこあんこってやって、使いやすい方ですね。まあ、ただ強いでは。もうこれも強いけどね。赤黒で殴る構成、まあほんと2色で組みたいけど、組めた時に、このカードポンって置かれて、フルパンって言われたら、めちゃくちゃきついですからね。まあ、ここはあんま悩まず取りそうだな。そう、2勝馬強えんだっつって。あ、そうですね。週末は、ノートプレイスで行われるドラ吉に参加しますね。今回はね、だいぶメンツが豪華で、っていうのも、世界選手権でドラフト、わお。じゃ、ドメインやるか。世界選手権でドラフトが、その、なんだ、フォーマットに入ってるっていうことがあって、結構その、世界選手権に参加する人もね、練習がてら来るっていう感じらしくてね。なかなか、豪華なあれになってますね。で、ここむずいっすね。ラゴモス赤黒で組むとかなり強いんですけどね。それこそラゴモスからさっきの434でプレイしたら、21が殴った上で1点ルーズが入るし、みたいな感じになって、ね。ここでもそのやっぱサクリファイス系のシナジーが噛み合うんで、うまく組めると強いんだけど、ただその、シナジーがないデッキ使ったらただのね、3マナ33よりも弱い、まあ、弱いぐらいのクリーチャーになっちゃうんで、ちょっとまあ、この2枚来ている中で取るんだったら、まあ、これか、まあ、これはちょっとまあまあ、微妙なキャスか、まあこれかな。で、身代金でもね、いいからね。ここはちょっとまあ、難しいですね。本当にドメインだぜって行くんだったら、まあ、正直この辺でもいいんだけど。あ、どうもどうも、クロスさん、サブスクありがとうございます。今後ともビッグマジックよろしくお願いいたします。で、マグニゴスの保証とミドシロランドで、まあ、難しいですね。基本的にはランドなんだけど、ここでね、これ流すと、これはまあ、下茶との兼ねの話ですね。まあ、その、ピック、自分都合で言えばもうこれ一択なんだけど、下茶の、まあ、色を考えたときに、一応46流してて、かつ44が行くから、あ、緑空いてるやんって思われる可能性はある。まあ、取るんだけど、ランド。そこはただね、結構、その、下に対する信頼も必要なんですよね。ここでカットしたら、行かないでくれるだろうっていう信頼が必要で、
まあ、それで4、6を前で取ってるって話もあるんで、まあ、結構わかんないから、まあ、ここは自分都合で取る方が基本はいいですね。ありながと。そうそうそう。で、ただまあね、基本的にはまあまあ、ランの取る感じですね。まあ、こういうピックできてるんで、身だしろになってもいいし、多色になってもいいっていう考えると、まあ、ランドの価値がすごい高いんですよね。っていうことで、まあ、ここはむずいけど、ちょこちょこね、赤いカード来てるのも気になりはするけど、まあ、とりあえず、綺麗な身だしろビートになるかもって取っとこう。はいはいはい、いいですね。これとこれ。むずいな。身だしろ2色になった時に、まあ、でも、すぐに押しとるか。4ドルか。お、え 8手目、ビーム。いいですね。まあ、これもぐるぐる回ってるし、セレズニア自体は、まあ、僕の下にね、ここに、この辺にできない限りは大丈夫そうですね。ビーム取ろう。で、まあ、これはまあ、ここでいいかな。最悪2サインしていいし、ここのタッチクローはね、かなりしたいんで、まあ、キッカーモードの選択肢があるかないかってだけで偉いですね。ランド取りましょう。そうですね、まあ、これあとは下がどうなるかですね。とはいえ、まあ、自分がね、こういうところを取ってるんで、そこまで多くのカードはいってないんですよね。マグニコス1枚とか、あとまあ、序盤も覚えてないけど、なんか流してると思うけど、まあ、序盤のカードとかなんで、そこまでいっぱい流してないんで、まあ、あ、これとかちょこちょこ流してない、全部返ってきてますね。まあ、そんな被ることもないだろうとは思う。ルアゴイフ。ルアゴイ、いやか、これは。これはちょっときつそうだな。あ、どうもどうも、こんばんは。虫の声聞こえてます？いいっすよね。自分話するんだけどさ、我が家のすぐ前に畑があるんですよね。なんかね、体験農場みたいな感じ畑があって、そこからね、虫の声もするし、まあ虫も来るんだけど、めちゃくちゃ。虫も来るし、虫の声もします。まあそうですね、捕食でいいかな。まあどっちか帰ってくる、まあ帰ってくるかはわかんないけど、来たらいいなっていう。まあでも、まあこれもあって、これもあって、これもあって、最悪これでもいいから。まあ結構、まあ、でこれもね、使えうるし。結構広いね。ボーナス欲しいですね。ただまあ一応これ黒を切り捨てるパターンも全然ある。ランドがね、まあ言うてやっぱちょっと高めなんで、クレリック。クリック。ん。まあ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 。まあ、これでいいかな。そう、ランドがちょっとね、まあまあ、当たり前であるんだけど、高めなんで、まあ、黒ランドが取れない場合だったら、ちょっとボーダック入れるの怪しいってなっちゃうんで。まあ、これとかはね、本当に何でもいい。その白黒に限らないから、もう、緑か白が入っているっていう区切りでよくて、まあ、最悪2、3トランプレートも別に強いんで、取るんだけど、使えるんだけど、で、こいつは2、3半コに使えるから入るんだけど、あいつはね、黒ランドが必須っていうところで、ちょっとまあ、落ちるかなっていうところです。まあ、でも全然取っていいけどね、あっちね。ただ、下にね、ドメイン級のカードのちょっと流しちゃってるから、返しはちょっと怪しいんですよね。3パック目になりそう。で、ここはビームでいいかな。鳥さんも欲しいけど。セレズニア除去がね、弱く、あれ。うん、まあ、これ欲しいけどね。さすがに、さすがに取ろう。スペシャル2マナ行き。ファイレクシアの宣教師。ちなみにですけど、白いファイレクシアン、とかまあ、新たなファイレクシアの白い奴らは、まあ、勢力としてはまあ宗教勢力なんですよね。で、彼ら、白いファイレクシアが何を信仰してるかっていうと、まあ、まあ、信仰、まあ、その彼らの教義があって、それがね、完成化するっていう目標というか、なんというかで、まあ、簡単に言うと、肌は不要っていうあれなんですよね。肌を全部剥がすのが幸せにつながるっていう、そういう宗教をやってるんで、この人は肌が残ってるんで、なんかまだそんなに地位高くねえんじゃないかなっていう。ノーン、エリシュノーンって言うじゃないですか。エリシュノーンはもう完成体なんで、もうその最上位なんで、肌ないんですよ。で、こいつは肌残ってるからね、あれだね。で、どうしようかな。まあでもランドかな。ドメイン的にもあるし、まあこことかはね、まあ、もう2マナ池もこんだけあって、そこまで価値高くないんで、ランド取りましょう。無理やり宣教するぞいって。で、これはちょっ
とランド、いやでもまあ他取るもんないかな。ここ取っといてもまあ微妙ではあるんで、まあ、ここはその、まあほぼないけど、こっからランドがバカスカ来た時に入るぐらいにしときましょう。お、青ミドランドいいっすね。ここはなんか強いのあるけど、他見なかったからにしよう。トークンは今のところゼロ。まあ、きっとマルちゃんこは強いでしょう。まあ、トークン系2種は帰ってこなかったですね。ただまあまあ、ルートワラとアナグマが帰ってきて、まあ難しいですね、ここ。2マナのパワーは結構担保されてるけど、とはいえルートワラかな、アナグマもいいけど、まあルートワラ取るか。見て、こことかはキッカーだからね、ここにしたい。なんなら後半プレイしてもあるから、まあ2ターン目プレイできるクリーチャーがいいね。アナグマもね、いいカードなんだけど、やっぱりちょっと、言うてまあね、こうだからね、理想的には。ガイアの力。まあ、ジャイグロがないんでね。だからなんか、ドメインいなそうっすね。424もね、後ろから、自分の奥から流れてきたし、ドメインっていうアーキやってる人いなそうだな。一応装備品とか。ただまあ、これ、トークン、セレズニアのなんかな、まあ、トークン系のカード。まあ、でも、白黒も使うか。他のカラーでも使うから、まあまあ、こんなもんなんかな。まあ、三三に取るか。三三プラス、結構強いメリット持ちっていうね。まあまあ、すげえカードです、アナグマ君は。あ、どうもどうも。こんばんは。ランド取ろっかな。赤白、ちょっと赤が出るランド、価値高い気がするなーっつって。なんか、太陽はないんだけど、赤が出るランド、価値が高い気がするなーっつって あれはウェザーシードかな。まあ、基本地形をね、入れるかはちょっと怪しい。まあ、沼1枚、これ入れて良さそうですね。これ沼1枚だけ入れて、ウェザーシード迷惑入れてって感じにしたいですね。まあ、儒教は一応ね、最小限4枚あるんで、まあまあ、なくてもいいんで、バリューのあるこのウェザーシード迷惑使って、まあ、プラ3はね、そうすると確定するんで、まあ、殴るもよし、っていうあれですね。だこれはちょっときついかな。まあ、ちょっとね、なんか、なんか、身の代のカードあんま来なくなってきてるから怖いな。まあ、だからランド取るかな。ここはまあね、そこまでバリュー出さないんで、このデッキだと。で、まあ一応、ちょっと取れてきたんで、まあこれ入ってもいいっすね。滞留者はまあ、6マナにはなってるし、まあてか、いや、これね、5マナか。5マナにはなってるし、4もね、結構狙いうるんで、なるほど。なんか2マナ息強っ 2ショーパからの2ショーパからの2ショーパなんだけど、でこいつマジ何もしない。トークン増やす効果、これで頑張ってトークン出すか。でもランパン入れジャイロだな、これ。赤キッカーまあまあ狙えるようになったんで、まあ、これ取るか。あ、ワームクンいいっすね。ちょうどこの辺のマナ息欲しかったんで、えらい。ワームがえらい。アナグマいいっすね。アナグマ取りましょう。黒を、まあ沼1枚入れるからね。これ抜けそうなんだけど、オーリナル。グッバイ。ダメだ。あ、トークン1個だけあったわ。うおー、緑のカード全部返ってきた。これ白が混んだのか。むずいな、ここ。いや、でもこれか？ガイアの力か？ガイアの力っぽいね。トランプルも結構つくし。ランドの枚数もちょっと悩むな。まあ使わんけど。2枚はちょっと多いですね、このデッキだと。
トランプル付与のジャイゴなんだけど、結構ここトランプルも、トランプルつくから、ね、このジャイゴ抜いてもいいな。単純にここの方が単純に強いですね。まあ、ほぼ巨大化で、プラ4プラ4もかなり狙えるっていうね。ただまあちょっとね、もうスペル、ハンコンもあるんで、多少展開遅れてもいける可能性あるから、ジャイゴロ3でもね、ありっちゃありなんですよね。いや、ジャイゴロってね、その3枚とか入れるとリスク高くなるんだけど、このデッキはそのバリューが結構高くて、いや、ありえるな、ジャイグロ3枚。ないか。で、これはまあ、どうしようかな。ウェザーシード迷惑で1枚出せるしな。あれ、沼は入れると。沼1枚は入れます。で、一応、色カウントは、とはやるか、88にはできるか。882とかかな。1、6、7、8で、6、7、8だから、ん？ 6、8、9、あ、白を1回減らして、8、8か。で、8、8、1だね。そうそう、これもジャイゴみたいなもんですね。まあ、ジャイゴと若干違うけどね。ジャイゴはまあ、除去みたいな動きをするっていうのが目的ではあって、だからあれなんだけど。で、これを取るかどうかだな。ちょっと、キッカー要因としてはいいんだけど、まあ、でも、ちょっとな、余裕だな。フラットもまあ結構キッカーとかあるから、まあなんとかならんくもないけど、まあ入れてもいいかな。そうすると、まあ白がちょっと薄くてもいけるか、早くは使わないもんね。で、これを入れてにするか。あれみたいに9だった、失礼、算数ができてなかった。それだったら同数にしたいですね。あれでもあれ、いいのか？ 8、9、あれ？ 4、5、6、7でしょ？あ、本当だ、9ある。あれ？ランダムエース合ってる、これ。土地、17。じゃあ、こうか。これで、8の8か。5、6、7、8。あ、そ、ん？そっか、そっか。あ、そっか、そっか、そっか。そりゃそうか。9、9にできるところがあれか。8、9になったのか。そう、そうですね。で、88になった。はい。ランパン関係。あ、3マナのやつかな。あれはまあなくていいかなっていう気がするな。まあランパンしたいデッキじゃないからね。あくまでこのデッキは。どこに行っても殴るデッキではあるんですよね。で、しかもその、マナーを加速したというのって得れる恩恵が実はあんまりないんで、まあ、色が出ることに価値はあるんですけどね。なんでまあ、ってあれで。いないじゃん、やつ。兄さんでプレイするのもありか。まあ、あまり我慢したいんだけど。まあ、まあ、2ショーパー欲しいね。3、4ハンコンパンチするか。これはもう巨大化ですからね、すごいよね。ちょっともうフラットしちゃってるね。さすがにスルーするか。マイナス2マイナス2食らったら嫌だからな。はいはいはい。いや、ちょっときつい。1、2回、まあもう1枚ぐらいなら許せるけど、もう2枚とか引いちゃうと結構この世の終わり感ありますね。はい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 。引いちゃいましたね。苦しいな、これは。ごくり。めっちゃ見てる。フルブロ来るか。フ
フルブロ来るとパワー67しかないんで、悲しいことになります。まあ、別に悲しくないけどね、言うて。言うて、まあ、ニコリなんだけど。これね、タップインとかだったらね、ランドがせめて。せめてタップインだったらもう、フルブロ万歳だったんだけど。あー、全ブロ来ません、ちゃんと。偉い。これ先色出るからな。なんか音が先途切れるな。まあちょっと厳しいですね。初手この4枚で始めて、まあまだ 増えてないんで。と、どうかって言ってもきつい。これこっちで出すかな。フライヤー。
声入ってます？これ。ここ見れば分かるか、入ってるかどうか。あ、聞こえる。あ、よかった。あ、なるほど。ずっと声聞こえなかったんですね。それは大変申し訳なく。こうでいいか。はい。起動しとくか。で、解決。マイナス修正系だったらいいけどね。縦構え。ルーターの前に打つか、ビームは。お、よし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 。これは現状だいぶよく見えますね。ワームが生き残り、まあ、壁の量を見る感じ、壁デッキでしょ、ね、あの403が入っている。で、まあ、403引かなかったねっていう感じっぽいですね。まあ、色もね、多めというか、多色っぽい感じだし、まあ、おおむね壁デッキ。ただ壁デッキは当然403を引かないと壁ですからね。まあ、何もできねえっていう。403、2枚と413、まあ、2、3枚、まあ、2枚くらいかな。で合計4枚体制とかにやるんだけど、まあそれでも引かんときは引かないんですね。行け2勝パー。ただランド引いて、ランド引いて、まあ、タップインでもアンタップインでもいいからランド引いてくれ。ランドくれ。やばい、引かない。ここはさすがにブロックするか、2勝パーで。ダメージレス不利だもんな。これはしょうがない。あ、相手も引いてない。よし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 。俺も引いてない。まあ2体でやったら殴っていいか。殴る。いやでも相手か、なんだ詰まってるのか。じゃあここだけ殴るか。ルートアウト交換なら許そう。今日壁デッキタッチ、あ、じゃねえで。毒殺。それは貴重な経験ですね。お、相手をディスカード、まあ許そうならば許そう。フェニックス、ああ、あれか、黒がキッカイアの黒か。37、この多分ディスカードはしない。もう一旦待って。ああ、はい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 、よしよしよし、引いたか。じゃあこれはまずルートアラパンチかな。多分ここは前で一体ブロックしてくると思うから、はい、 OK。ウェザーシード名役一生沼、ここね、殴って来られた時にブロックするか難しいんですよね。おおむね死ぬんで、タップアウトだしね。あ、でも持ってないんですよこれは。持ってたらもう殴り得なんで、相手も絶対殴ってくるから。でこれは殴り得、パンチアタック、まあ警戒出していこう。46でもいいけどね。まあ地上パンチではもう苗木でブロックするんで、ここはでかいのを一回ドンっておきたいですね。警戒に警戒を展開していきましょう。切り崩しが打つ場所がねえっつって、いやこれはさすがに食らえ、これはさすがに食らおう。プラ3プラ0ファースト持ってらっしゃいそうですからね。まあ、こっちかな。一応、まあ、あれを嫌って。はい、水死。サイズで押す。どうもどうもこんばんは。シールドね、難しいっすよね。あのランドの枚数で結構構築変わるのもそうだし、単純に今回ねリミテッド的にはカードパワーがすごい高いエキスパンションなんで、まあ、結構ねその相手も常に強いんですよね。一応お互いが強い状態になるんだけど、そのランドが多い人は
その強さをより発揮してきたりするし、ランドが少ない人もまあ殴る感じで組みやすかったりするから、そのどういう相手かによってね、いい構成が変わってくるんですよね。受けるデッキで戦いたい相手と、まあその殴んなくちゃいけない相手がいたりして、そこの噛み合いとかもねあったりもするし、単純に相手の方がね知識量が多いと、その差で負ける環境でもあると思うし、難しいですね。どうもどうもこんばんは。邪悪を打ち砕くはねあるけど、まあまあ二勝馬の方がね、さすがにこの盤面では価値は低いんで、二勝馬の強化でっていうところで、これに全幅の信頼を置き、平地サーチ。たらー、よし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 、223でプレイしよう。ありがてえ、ありがてえ。これはもう沼サーチですね。平地はね、どっかで引くでしょう。普通にカードめっちゃ強いですね、223反抗。ランドがね、ブレイス、わーお、これブロックしとくだったか、いちいち残したいよな。67ハンコン、まあ、ライフに関してはね無限みたいなもんよ。悩んでるけど、ここ悩む場面か、これ。悩めるのか、何かあるのか、ここで悩めるカードが。プラス2マイナス2で3対1を取る。いや、さすがに電話が来た可能性が高いな、これは。滅びよ、ブレイス。66です。私、2766と申します。マストブロックでございます。俺の粉砕とかあるからね、このトークンをねちゃんと活かせれば本当に強いんですよね。マナグマ、じゃあこのターンキッカーでいいか。なんか除去食らうのも嫌だしね、展開しつつフルパンできる方が絶対いいからね。沼アナグマ、はい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 、まあいいでしょう。人生初のプレイイン、初戦で相手後手3ターン目ビリアナ、おためルールスの天使、はい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 、はい、それがマジックっすね。もうリスクお笑いゾーン、お笑い毒全部食らう、全スルー。あこいつが2ターン目に出ていれば、あ引いちゃったな。どうしようかな、とはいえまあ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 、アナグマ、まあまあ、ルートアラは行かなくて、いちいち行かなくていいかな。行ってもいいけどな、ちょっとまあ、ルートアラ起動を考えたら、まあ、てかマスブだから絶対起動するから、行かない方がいいか。これ行くときはね、この天使が出せるときにしたいですね。これだと、まあ、相手は絶対使ってくるか。起動して、
はい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 。まあでも難しいな。大天使で13倒すのと起動して展開せずにどっちがいいかだな。まあ基本的には天使なんだけど、ここはもうめちゃくちゃ盤面有利だから、ラスをケアるかどうかって話になってくるんですよね。ただまあ、いや、ラスをケアれる余裕はないか、さすがに。でも飛行死ぬまではいけるんだよな。むずいね。ここを起動に行くか。そうすると盤面がこの3体残ってて、相手が動いてからになって、まあこれで残4だから、まあ2パンで勝てるし、起動でいいか。で、ルートアラも結構まずいか。このルートアラと天使と両方ともまあマス除去みたいな感じなんで、そこ見てからでもいいかもね。また打つ分解者。はい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 。これは、じゃあここだけ殴るか。で、除去なかったら勝ちだもんね。で、キッカーで、本体。言う。ショック言う。対象をあなたに。なんかそういう記事ありましたよね。対象をあなたにっていう記事。記事？いや、あれは本？コラム？なんだろうね。なんかあった気がするな、昔。そういうの。こうさ、昔のマジックってさ、昔のマジックって言うとあれだけど、昔のそのマジックの、なんだろう、まあ記事、戦略記事とかさ、そういうね、やつなんか結構名前が面白いというか、語感がいいもの多いっすよね。火の玉はあなたにかな。ああ、それのことか。ヘリックス？お、2勝パ。では溜めれそうですね。2、3で。まあ5ぐらいのカードとして、ね。そうそう、昔のカバレージだと思う。これ少ないから言ってもいい。いや、でもアンタッピン、アンタッピンしたいか。3まではアンタッピンするから、まあ置くならここなんだけど、その場合ね、見てはタッピンには置かないから、まあ。うん。森引くんだったらこれだったな。冷静にさ、ニマラ兄さんトランプルってバグってない？これ アンコモンなんだけどさ、さすがにした。2色だと、ニマラだとこのカード基本的にしてないよな。まあ、アンコモンなりゃ死ぬけど。合計5以下は死ぬんだけどね。はいはい。エッセンスキャッター。 OKOK。 でここね、4のアクションが欲しいよね。これ何かしらカードをプレイ。おお、偉い。相打ち取っていいか。所詮234っつって、まあランドを置く前、いや、まあ置いてからね。で、出して、丸コス。44サイズはね、結構、このエスパーカラーでは止めれないからね。森がね、シュッて降ってくると、急になんか46出て止まるんだけど、46はでけえなーって止まるんだけど、森が降ってこなければ、除去以外ではこのカードは、まあ、このターンはね、まああれか、沼を置いて、ハエを出すぐらいかな、殺生を出すぐらいじゃないと、止まんないっすね。あー強い。ワーム。まあ、じゃあ殴ろう。えい。ワームはかなりいいドローですね。そう、まあスタンダードにおいてはタルモでもね、強いよね。タルモって全然サイズ上がんないからね。
クライ1聞いたな、まあ、できればね早め、一旦目を打てればねこれ引き手だったんだけど、まあでも結果論的に全部2、3、4、5でアンタッピンしてるか、はいはい、追放か、追放は強いな。これはもう置くしかないか、あ、ダメだ、しまった、これキッカーだから関係なかったわ、まあ、いっか、置く意味なかった、今結びましたね。これ結構むずいよな、こっちの方が価値高いか。確かに壁もちょっとね、あれだよね。44だと51で、まあさすがに困った方がいいか。いや違うか、ダブパンかこれ、いや違うな、44はいた方がいいな。あ、エッセンスキャッターだこれまだあんのか。いやカリスマフェルレ戦、あ通る、ここは通る、んじゃあ違うのか、ノットエッセンスキャッター、終わり。インパルス、はいはい、うん、お、フルパンいっかこれフルパン、でルートワラとここ倒しに行きたいけど、さすがにパン全体パンプがあるからどっちかしか倒せない。まあトゥーラ・ケネルレッドが死ねばいけるけどね。えいプライオン、プライオンで打点重視かな、ここは。えいで1マーだとあれだよね、プライ1プライ1ぐらいだもんね。伊藤君は出てくるけど1マーだったら多分ここは2個1になるはずだけどね。バウンス、あんこバウンス、それはやばい。ちなみに、ああよかったよかった、まあトークンを出したかったですね、はい、いやープライオン、プライオンついげーけー、あのね一時指定とか止まるのか、あいやダメだ、まあまあしょうがない、ルートアラパンチだ。この2マナ駅本当にすごいんだって感じですよね。んちゃか、3個しよっか、なんかプラゴプラゴ、なんで5号かこいつ、単純に相打ちか。まあ、でかいやつが倒せればそれで OK、 倒して、あー6ゲイン、これはまずいっすね。さばき切られた感じあるな。ジャイグロはね、いいトップだったんですけどね。なんか持ってそうだな、相手。もう一枚カーナルときついな、これ。いやー、もうこれ使わせるか、どうして。なんか引くしかないもんな、こっち。さっさと打ってもらおう。
はい。はい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 。ちょっときついね。まあ、次のトップでこれとか引かないと死んでそうだな。ちょっとフラットしちゃいましたね。残念。これもね、送ってるから、上を見たらもっとやばかったね。まあ、5枚差ついてからね、ソース。やっぱね、5枚差つくとね、このゲーム大体負けるんですよね。6枚差だーっつって 勝てねえ。上20枚にランド14枚ありましたね。最後ね、下から引いてると、スクリューで死んでるってやべえやつです。まあ、よくある、よくある。やっぱね、だからこそ、やっぱこう、ルーターとか大事なんですよね。実際に、やっぱマジックでは、これよくあるんで、そのルーターをね、取れてるデッキと取れてるデッキだと、勝率がね、全然変わってくるんですよね。身の代はね、やっぱそこがないんで、まあ、どうしてもこうなる。もちろん、その、キリに回って勝つ試合もあれば、若干フラット的に勝つ試合でも全然あるんだけど、この大きいフラットに対する回答を持ってないんですよね。まあ、さ、スクリューもそうなんだけど、まあ、スクリューはまだ動ける方だけど、まあ、フラットに対しては何もできないから、そこはもうね、色の持つ弱点でもあるし、重いキッカーとかがね、重宝されるのはそういうところなんですよね。まあね、ちゃんとシャッフルしてるがいいの起きることでもありますね、こういうのは。例えばルードワラ君とかいいよね。やっぱその赤白のビートダウンって結構、そのまあ、殴りに振り切ると後半生きするんだけど、そこに2万人のルーター君とかがね、混ざってるだけで、後半ね、安定感が全然変わってくるんで、それはやっぱり大事ですね。まあ、アリナ君はね、とりあえず、補正自体はあるからね。初手補正ってものはあるから、まあ、そこで若干シャッフルされてないところはあると思うけど。まあ、ゲーム中のドローとかはわかんないですね。これは、殴ってからの方がいいか。止まらん。なるほど。これ多分、自身三々の方がいいかな。バンド引きたいな。本当はフライヤー強くしたいけど、除去を食らったら嫌だからね。ウリクモンス。おや。まあ、フルパンでいいか。これ、ジャイグロじゃねえ、これ打つと3、5、7、11点。使うか。ウリクモンス殴れるもんなら殴ってみーっつって。 まあ殴るしかないとは思うけどね。まあルリクモンス、いやいや、殴るしかないかな。11が出ればね、ドロッカーになって3点入るけど。土地ゾーンはでもね、リアルでやってる方わかると思うけど、マジで土地ゾーンあるからな。あ、対戦ありがとうございました。ジャイ。そう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 。リアルマジックでさ、多分みんな経験ある。まあ俺はあるんだけどさ、上20枚バッて引いてさ、ランド5枚しかないけどみたいな。リアルだとさ、ゲーム終わった後にさ、向けられるんですよ、どんどん上をね。だから、事故って死んだ下に未来が見えるんだけど、掘れば掘ってもランドがないとかさ、よくあるんだよね。それはまあ、やっぱランダマイズされてるって話で、それはもうね、土地、スペル、スペル、土地、スペル、スペル、土地、スペル、スペル、スペルなんてなるわけないからね。もうランダムになる以上。こうなるんだよなーっていうね。それが起こりづらい、起こりやすいはあるんだけど、じゃあその10回やったらまあでもね、事故るよねみたいな。なら10回やって3、4回は事故るよねっていうのがやっぱこのゲームだから。あ、そう、MO にもありましたね。
MO はね、ちょこちょこバグってるんですよね、あれ。よくさ、スクライワン、ゲーム開始時にさ、トップを見て下に送る、ああ、これは昔の仕様でさ、マリガンした後にトップを見てからそこに送ることができるっていうルールがあったんだけど、その時に下に送ったカードを引くんだよっていうなんかイチャモンがあって、でまあ気持ちは若いけどなーって言ってたら、デッキに1枚しか入ってないカード引くんすよねっていう話になって、えって調査が入ったらバグってましたみたいなこともあったりしてね。まあよくあるんですね。ちょっとどうしようかな。キッカーのバリューを求めるかどうか。相手青赤でしょ？まあ、こっちか。ちょ。3、4ハンコンができるとね、ほとんどしないんだよね、って話もあり。で、ここいろんなラメがあって、3、4出せば、あ、2、3出せば、ライトニングストライクはしてるんだけど、より流れていきやすい。プラスにマイナスにはかわせる。で、このターン相手が展開に使った時に、ここにキッカーでサイズ上げると、まあ強いよねっていう話がね、あり。まあ殴るかとりあえず。2点通して、まあ。いやー、ランド。いや、プラにプラにしたか。いや、プラ3プラになるのか。で、置いていいか。あ、そう、いや、バグってた瞬間があった感じですね。そっから先は多分もうバグってないんだけど、本当にバグってる時あったんですよね。結構ね、難しいですね。3点。やっぱこっちからだったかな。そう、青カッパって殴り合いの展開になるからね、どうやっても。ハンコンの価値高いんですよね、とかもあって結構悩んだんだよな、ここ2ターン目。まあ、ライトニングサイクを温存してるだけの可能性も全然あるから、まだわかんないけど、まあ、2、3が通ってるんだったら相当有利でしたね、こっちは。てか、まあ、なんならもう勝ってるまである。これは、倒しに行くか。ガイアの力使ってビームどうかな。どこ。やっぱね、これ送ったやろうっていう怒りがある時ってさ、マジ印象に残るんですよね、めちゃくちゃ。100ゲームとか、いや、100ゲームとかは言い過ぎだけど、まあ、2、30ゲームやるとさ、まあ、1回ぐらいその起きるんだけど、まあ、それはまあ、ね、4枚入ってるカードを送ったら、まあ、残り3枚入ってるから、52分の1で、52分の3で引くわけで、つまり14分の1とかで引くからさ、あ、違う、もうちょい17分の1とかで引くからさ、まあ、じゃあ20回やったら1回引くよねって話で、いや、まあ、何回かに1回起きるんだけど、それはね、でも非常に印象に残るんで、ねえっていう。さすがに相手は殴れず、フルパンすると、まあカードを使うことは強制できるけど、ライトニングされかったらちょっと寒いんだよね。まあ、殴るパンチかな。平和的に行こう、ここは。3点くらってくれ まあライストぐらいか。ああ、今ここ回収してもテンポ良くないんで、まあ4-4ですかね。ドン。で、ここも2-3、2-3で結構プレイですね、その次のターンは。まあそうだね。あれ以降は、そう、その実際バグ1回あったから、これ実はバグなんじゃねえかっていう、そういうね、思いはみんな持っちゃいますね。まあ、
しょうがない。それはもうしょうがない。でもさ、現状さ、スペル3、6、9枚で土地4だけど、これ逆だったらもうね、ランド引きすぎって怒ってるからね。まあ、そういうことなんですよね。ビーム。ビームか。いやー、むずいな。まあ、出して終わりか。あー、確かにヘビか。いや、確かにな。いや、それこのターン行ったらよかったな。確かにね。いや、ヘビ、確かにね。全然考えてなかった。もうヘビ1万だけど、これ。じゃあ、グリフィンでもよかったし。いや、おっしゃる通りやわ。何？いや、しかし相手苦しそうだぞ。1枚を上に置いた。うん。あっ。あっ。引いちまったぜ。まずはビーム。選んでいいぞっつって、そしてダブルパンチ。うわー、ガイアの力。やっぱガイアの力なんですよね。トップデッキ。実際もうこの辺あとにランド引いてもしょうがないから、まあ1枚は欲しいんだけどさ、そのキッカーできるからね。でもまあそう、まあめちゃくちゃいいドローだったって感じですよね。まあ実際のともうちょいランド欲しい、ランドあった方が強いんだけど、まあね、土地4スペル11とか、だから相手からしたらさ、スペル引きすぎだろうっていう感じだからね。で、実際まあ、引いてるから全部プレイできる状況でもあったし、相手がバウンスじゃなくて除去だったら2-3、2-3で展開してる可能性あるから、反動をね、使い切れたレベルだったしって考えると、まあ、さっきの逆が起きたってことですよね。いやー、これは、いや、出す。俺は殴る。アンタッピンを引くかもしんないから。333で固まってるのかね。ちょっとまっぱらだよな。あ、おい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 。あーあーあー、タップイン使っておけば。なに？痛すぎる。相手もドメインっぽいからな。ただ除去を引けるかどうか、相手が除去を持ってるかどうかっすね。第3章を有効に使えれば全然まくれるけど、有利まであるけど、そこが使えないと、まあ普通に盤面通りきついって感じになっちゃうからね。構えてゴー。殴るか、じゃあ。飛行もなんとかなるし、444の方がいいか。
殴ってまあブロックする、はい、はい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 、止まっている、何あれはあれかな、アンタップする方かな、どっちでしょうね、お、これはじゃあもうビーム構えて投げる方が良そうだな、あのこっちの方がいい質もある、難しいな、言うてもアーグマがあるからなでは、では ごちそうさまっつってヒュイーン、あ、除去はなかったっすね、相手除去あったらマジきつかったんだけど、除去がないとね、こういう肉デッキは、まあ、強いっすね悪い顔してないよ、よいしょ、アンタッピンランド引きてー森か平地、平地がいいな、できれば森でもいい、はいはい、お、いいですね、3点、はいはい、強いですね、やっぱこのカードほんと強いですよね、ウェザーシード名役、アンコモンの中でも相当上位な気がするな、まあ、上位はいいスイートワンだろうな、まあ、使ってる時めちゃくちゃ強いから難しいですよね、ただまあ受けに回ってる時と弱いんだよね、最後のプラス1プラス1てかまあそのまあプラ4、まあ、プラ3プラ3かプラ4プラ4大体ね、大体まあその辺になるんだけど、そこのモードがねやっぱこういう後ろ向きな展開になっちゃうと活かせないから、プラゴプラゴだ、はい、ただこれだといやこれむずいっすね、ゴブリンガイアの力を相手が、あ、ビームお格闘、いや格闘はちょっときついか、これミノマナが欲しかったパターンですね、まあフルパンしよう、でジャイグロムと、あ、はいはいはい、止めに来ない、はい、まあこれは別にもう殴られても全く問題ないんで、第3章は許可ですね、まあ、格闘、まあそのパンプからビーム連打は嫌なんだけど、まあそこだけだね。まあ、一発ビームだったら、このマグニコス守れるから。ここでね、6点殴るときついんだよね。いちいちだからまああれっちゃあれだけど、ブロッカーがね、減ってるからね。自分が殴られているって盤面で、殴んなくちゃその第3章は機能しないっていう状況。かなりむずい。ああ、むずいな。これはむずいな。1トークンか。お、マナがほぼ寝た、ここで格闘するか、これはまあ打つだけのバリューあるか、お、よかった、3ターン目基本としたけで3色、しかも沼場デッキに1枚、まあまあ、今回はね、さすがに流れ良かったですね、本当に。2勝パが3枚は、さすがに組めないだろうっていう。このデッキ、再現性なさすぎて笑っちゃいますね。このデッキを毎回組みて、毎回使いてってデッキだな。何も考えずに、ピックしたらこうなるみたいな。
選挙手2枚もね、ただ選挙手のキッカーは1回しか使ってないんだよね。ほとんど 2-3 でプレイしたな。 2-3 ハンコンが強いんだよな。そしてもう1回ぐらい行きましょう。サクッて終わったからね。やっぱ BO1 のいいところはこれっすよね。サクッて終わるところは本当にいい。そのテーマ内記だけ本当構築って感じですね。強あんこ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 で、フラット受けの強顧問。でも強いよなこいつ。普通に333警戒、まあレアにしとくか。オジャネンとローナの渦っていうね、これもあって、でこれがねよく一周するんすよね。いやでもなー、もうドメインがさ、なんかやっぱ安く感じてるんだけど、でもドメイン安いとめっちゃ強いんですよね。だから基本的にドメインが板になって、で一周考えるとさ、もうこれ一周するやんってなったらもうね別にこれとかでいいんだよね。まあでもこれまでさっといいか。ゲーミングブックはね、まあ取るのは多分一周後というか、まあ遅い手順で欲しいですね。まあ、初手で取るのはちょっと怖いけど、まあ遅い手順で流れてきたらもうやるかってなるカードですね。あら今話題の人じゃないですか。でもパック強えなこれ。1枚2枚3枚4枚5枚6枚、まあとりあえずね、まあ、とりあえずこれはまあMTG アリーナのね最近のね、まあ、データをまあ見ると最強のカードらしいんでね、それリスペクトしていきましょう。リスペクト、データをね、データテニスじゃない、データマジックしよう。パック強えなこれちなみにこれがまあそのまだ練習全然できないからあれだけど、もしプロツアーとかのドラフトだったら俺これ取りますこれ取ります俺は。はい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 、ほらでもほらこれでさ、こうでいいピックだなってなったでしょつって単純にこのカードがね、非常にこう不安定なんですよね。このカードを強く使うためには防衛が必要なんだけど、メインデッキを崩さずに使える防衛って全然ないんですよね。まあ、ドメインでの02ぐらいで、他のカードはちょっとそのもう、あとはまあ、青枠の05とかも入るんだけど、ちょっとまあ、そのもうこのカードがあるから使うっていうカードばっかになっちゃうんですよね。ということは、このカードが、1枚だとデッキはもう成立しなくて、このカードは探すカードを含めてもこいつがやっぱカウンターとか食らうわけなんで2枚は欲しいんですよ。ってなると特定アンコモン2枚が入った上にさらにそれ専用のカードいっぱい入ったデッキってなるんだけど、それがねまあ出る出ないは別としてリアルの大会だとカットされるんですよね。もうそのそういうカードはなんかあれ流したなそういえばつって、で2枚目チラッて向くじゃないですか。さすがにこれで組まれたらまずいかカットとかさ、まあその03だけは来ても202が高めに取られるとか305とかね、まあ、使いやすい壁が抜かれるとか、なんならまあ基本これ一周全体で流すから流したこれが全部返ってこないとかね、とかそういう結果になってよく組めないっていうことがあるので、リアルだとまあ避けるかな、どちらかというとこれはそのアーキテープの強弱にかかわらずその性質が他人から妨害されやすいから避けるっていうのがまあ僕のいつもの考えですね。おおいいですね。そうそう、アリーナはねまああれでもリーグかな、リーグ形式だとまあカットっていう行為に意味があんまないんで流すんですけど、はい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 、そう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 。例として言うとさ、これもちょっと昔の話なんで、知ってる人どんぐらいいるかわかんないけど、エルドレインっていうエキスパンション、まあ、禁止カードがいっぱい出たね。王子とかいたパックね。あの辺のやつで、ちょ、むずこれ。赤めっちゃ空いてんのか、これ。いや、青赤全然あるか。
受けかな。いやでもこれちょっと赤のカード強ってかランドもまあいいやでいいや、まあ、でそのそこのそうカードというか戦略でねライブラリーアウトがあったんですよね。で特定のカード特定のコモンをあの基軸としたそのコンボデッキまあその戦略で1マナ04の壁なんだけど出来事っていうモード呪文で1マナ相手のデッキを4枚削るっていうモードでプレイすることもできるっていうまあそのでそのプレイした後に壁でプレイできるっていうカードなんでね。そのカードがね1枚だと当然何も起きないんだけどまあ4枚5枚って集まってくるとデッキが削れるんすよみたいな。一周したこれそんなことが青嫌われすぎではエルドレイン待って、まあ、もうローテーションで起こってますからねエルドレインでまあそんなねエキスパンションであるエルドレインのその戦略はあの当時はね MTG アリーナには対人ドラフトがまだ入ってなくてボット戦しかなあボットとピックするっていう今でクイックドラフトかなしかなかったんですよね。パック強い。まあ、いや赤でめっちゃいいしグリックシの受け取ってみけよな。まあ、でもさすがにこれ取るか。そう、そこでまああのねえなんだっけそうそうクイックドラフトで壁をいっぱい取るっていう戦略ができてまあ強かったんですよそれが。まあ強くてもうこの環境でゲームしたければとりあえずそれを超える戦略を持ってこいっていうぐらいの中心となってみんながそれをこすったんだけどでもねリアルにはそのデッキ全然なかったんですよね。あいやインプラスのこれ受けたら青若もあるからね。そうリアルだと壁 LO 戦略はマジでなかったんですよ。なぜかというとその8パック8人が3パック詰めて24パック向くじゃないですか。24パックにある LO のカード全部を結集して初めて組めるといけないんです。それはだからまあめちゃくちゃ出が良かったら話変わるんだけど、まあ、出がいいに加えてみんなが葛藤しないっていう前提が必要なんですよね。誰か一人でもカットカットってやるともうそのドラフト死亡するっていうめちゃくちゃピーキーな戦略だったんですよね、はい、だからリアルではいなかったとえいうことですね。えまだこまあさっきなかったっけ君。ということで、なんかまあ話がいろいろ長くなったんだけど、まあその壁戦略ってのはそれの亜種なんですよね。まあ、壁戦略、あ、LO 戦略ほど尖ってはないんだけど、まあそれに結構近いってことで、あんまりね、まあその、まあ、壁戦略をまあ早い段階で決めたくはないって感じですね。だから、もちろん、あれしか取るもんなかったら取るんだけど、他に明確にいいっていう顧問、除去があるんだったら、もうそれ取ろうかなってあれですね。で、ちょっと待って、これ。兄さんな基本的に相手にうまく使われるんだけど、まあ、05を取るんだったらこれ取るか。え？あ、青黒ランドある。よかったよかった。取るもんがあってよかった。まあ、2日もね、いいカードですけどね。あ、そうそう、シールドの方がね、むしろ、まあ、やりやすい気はしますね。あれもしかして、てか、そっか、赤い、でも、青黒のカードが下から来ねえな。かぶったか？ラスということもできなくもなく、いや、できないな。悩ましいですね。上から赤いカードもいっぱい来るだろうし、ちょっと赤いカードってもいいか。これはちょっとね、さすがにグリックスで使うとそんな強くないんで。ああ、エッセンスキャッター、青わからんの。この辺はいいですね。どっちを取るかだけど、まあエッセンスキャッターかな。骨粉もね、相方があればいいんだけど。まあ、
まあ、ある。よくある。かぶってないはずなのにーってよくね、言いながら死んでくのはあるあるっすね。あ、でも、出なかっただけかもしれないですね。それで言うと。まあ、ここでね、こう、こう、こうって、デッキに生えそうなカードがね、まあ、5手目で複数枚来るのは、まあ、さすがにそんなないからな。まあ、除去があっただけかもしれないけど。まあ、それで確かにこの04取った結果、これ除去流してるんで、まあ、それでやってるとかはありえるかもね。で、これ難しいけど、まあ、さすがにバリュー高いな。まあ、これとかでもいいんだけど。赤タッチが現状必要かどうかなんですよね。で、赤ランドはね、結構出てて流してるんで、ナジャル使えるかね、難しいところではあるんだけど、まあでもまあまあ、いやーむずいな。取るか、ナジャル。言うて、はい、バリューカードではある。もうない。さすがにこれタッチすることないからな。まあ一応この取っとくか。で、これもね、ちょっと攻撃で使っても強くないから、抜けそうではあって。お、ドレイク。しみる。普通にいいカード。だいたい一周してきたか。ナジャル君、まあ言うてね、プレッシャーはほんとすごいからね。出てターン帰ってきたら勝ちみたいなのがあるからね。まあ、ルーターにもやるからな。05でも壁としての価値結構あるか。ああ、いや、これ出なかっただけっぽいね。なんか、まあ、カード結構返ってきたから。てか、全部返ってきたから。なんか、まあまあ、これはいけそう。まあ、黒がいるって感じっぽいな。青いカードが単純に出なくて、まあ、黒だけやったの。取ってるっていう。まあ、それは全然、ある感じですね。まあ、わかるって感じですね。まあ、これ1枚流してて、そっから先もね、まあ、ちょこちょこカード流してるんで、まあ、強力な駒は流れてないけど、まあ、そこそこデッキに入るようなカードは流れてるから。って言われて、あ、いいっすね。121。これが取れると骨の粉砕が使える。で、まあ、ナジャル、まあ、どっちか帰ってきてくれたらいいなって感じですね。ルーターとも相性よし。おう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 。むずいなあ、このパック。いろいろと欲しいものが。まあ、ヒルはちょっとね、でかいところを取れてないんで、21飛行か、まあ、バウンス、どっちか。まあ、これも結構欲しいんだけど、まあ、21飛行かな。バウンスはね、かなり欲しいところではあるんですよね。でこことかも抜きそうだからね。こうやって。ただ、まあ、221飛行はなかなか欲しい。これでもスペル足りないか、こう抜くと。いや、その赤抜くことかな、ちょっとスペル欲しいな。ちょっとスペルの枚数が足りない。あれ、まあ、これは取るんだけど。まあ、2ターン目にポンってプレイしたいカードですからね、あのカード。なかなか難しいっすよね。でもね、ちょこちょこ自分引いてるかな、キッカーで。やっぱ言うてね、その後半トップしたら強ってなりますからね。2マナ2って3マナ21飛行2ドロー。あ、やった。強調、強調。こういうの来てくんないとね。青くやった甲斐ないですからね。ヘビーさんはまあ入るかな。その単純重いところがないから、あんまり。まあこれ来たらちょっとまあわかんないけど。あ、急に来ないで。急に来ないで。めちゃくちゃこれも欲しいんだけど。もう、さっきさ、トルモン見物だなって言っていたときに、くれよ、つって。
あ、もう、あ、ここでもう分割、分割。じゃ考えて、ちゃんと。もう、違うでしょう。そうじゃないでしょうって。なんとか一応。青赤は、あれかもしれん。これから持っていくから実は今1枚しかないから、あ、この2枚、まあ、2枚しかないから、まあ、ワンチャンこれはありうる。バウンス、バウンス。あとは、ちょっと殴れるカードちょっと欲しいけど。ブレイクもう一枚欲しいよな。もう取るわけない。まあまあ、はい、帰ってくる。まあ、そんなもんか。大体。この粉砕帰ってこなかったな。残念だな。いや、もう一枚あったっけ、なかったよな。このパックだったよな、この粉砕。あれ？じゃあ、10手目か。粉砕10手目だっけ。どっちかって言ったら、このパックだった気もしなくもないけど。まあこれ入りそうな現状だと。ああ、赤い符の1マナはちょっと微妙だよな。2枚は多い気がする。ほら、これでしゃくれる展開に基本的にはならないんだよな、このデッキ。そうだよね。やっぱダメだったか。いや、これ332の方が嬉しいか。骨粉欲しいな。ちょっと攻め手が弱いのが気になるな、さすがに。これより強くはないか。2枚見て1枚置く強制スクライ2、こっちが強いな。 こいつは使ってみてね。まあ、インスタント結構あるっちゃあるからね。使ってみよう。でもこれ、そうだよな。別にその間だ押せるわけじゃない。まあ、でも2点は殴れるか。殴れはする。いや、これやっぱ怪しいから抜くか。なんか、ダメそうだな、こいつ。入れちゃうと、逆に相手の方が得意そうだな。最初、なんかその、長いゲームされて、なんか相手の方がカードを引いてっていう展開になりそう。うん、これでいこう。 そう、相手の方が先に使えて、まあその上でね、こっちがやっぱあんま殴るデッキじゃないんですよね。まあ、軽く投げれるんだけど、打点が低いから、このターンドローでいいかって言われちゃうのが嫌ですよね。なんかその重くなったカードをカウンターしても、なんか全然得しないというか、そのテンポを取った結果、相手はそのテンポを犠牲にアドバンテージを得てるんだけど、その得たもので何もできないというかね。ああ、そうなんだ。まあ、使うのは難しいよね。まあ、とはいえね、その毎ターン追加ワンドローって考えると、うまく使えたら強いはずだから、まあ、うまく使ってあげたいけどね。これを早く出しても何もいいことないからね。まあ、これ出し、先にここに行く場合だったら、まあ、タッピーなんだけど、そうじゃなかったら、まあ、こうでいいか。何？何？まずめ。これはもう配色濃厚って感じしますね。
引いた。じゃあどれくらいですか。ぎゅー、あれなんかデッキ変わった相手っつってドメインでしたね。はいはいはい、土地引いたか。もう一回バンしちゃうか。おい、なんかずるいぞそれ。先出し有利ってことかよ。おいおいおい、ずるか。まあ殴られたら寝かして殴るか。でかいの出しといて、ちょっとでかいの出しといてね。誤報、なんでこいつ誤報持ってるんだ。これも結構ね、プレッシャーになりますしね。はい、ちょっとテンポあれだけど。あ、これもしかして下支え持ってんのかなって。アンブロー、アンブロースペル終わりだこれ。なんかもしかして俺死ぬ、まあ、マスブロになったけど。あ、でもフルパンではない、死なないか。ビームだから絡むのまあまあ死んでそうっていう、ちょっとね怖いけど。でプラ1プラ1だと、まあ、これだったら一応相打ちで済む。まあ、ガイアの力はもうしょうがないからこれで倒しに行くか。33まで行くとマジビームあった時にほん、いやプライチプライチもあるからな。でもそこで全部使われたら返し勝ったりしない。33死んだら無理だもんな。これがいいか。下支えは確定してて、打点のために言ったのか。
インパルスを捨てよう。これな、一応何もなかったら勝ってるんだけど、何もないことはありえんだろうしな。あとは一応バルモアバウンサーするか。解決でいいか。はい、2点だけ殴って、まあ、スペルあったら負けにするかどうかだな。479点パンチだから、これブロックしても死ぬもんね。いやー、むずいな。スーツか。無理だな。打たんと無理か。緑でも止まる？何？まさか、ガイアの力お持ちですか？ガイアの力お持ちになられてると無理なんだよな。死んでそうだな。ガイアの力でトランプル全部ついて負けだもんな。ソーサリータイミングのパンプ格闘だったらまあ関係ないけど、まあコントロールキーを押してるだけだったらいいんだけどな。ああダブルガイアってこと？まあいいでしょう。うん、まあまあ多分ガイ2枚ありそうですねこれは一応なんだっけ、ゴイカ破壊キャットッカみたいな動きっぽいな。あのね、めちゃくちゃ入ったね。ジャイカ4枚書いてありますね。ガイアガイアアンタップジャイガル、アンタップジャイガルだもんね。相当相当ジャイガル入ってましたね。まあランド低いでしょう。引くでしょう。キープ、まあいつもとあんま変わんないかな。まあ、2枚ぐらいがちょうどよくて、それ以上はまあリスクを背負っていくみたいな感じですね。まあ、1、2枚ですね。ジャイギロのスペック高いんですよね今回。非常に高いんでは全然まあ OK っていうところで、あーダメかこれはまあもう投了間近ですね。相手が 1,2,3 で動いてくるとさすがにね、パスパスは負けてしまうんで。まだワンチャンある。おスクライラン、まあこっちか。いやーめちゃくちゃ欲しいなこの2枚。ギーエー、いやいやー、カード強えー微小術師だけ上置いとこうかな。いや置いとこう、これ
通バウンスでドローできるんだろう。キッカー。しょうがねえ。まあ3点食らってマナーを払わせよう。1でプレイ。なるほど。あー、国王様、国王様はあかん。あらー、いやー、これ無理か、死んでるか、死亡確定か。これ国王様のパンプで負けてますね。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。まあまあ、マリガンするかどうかでしたね。ただまあまあ、あれはそのまあ僕の場合ね、あと10回やっても、10回やって10回死んでも多分キープするんで、やめなし。やっぱ1枚引いた時のバリューがしっかりあって、でまあリミテ、まあいや難しいな、とりあえず BO1 だもんな。いや、そうだ、そうなんだな。で、その BO1 だとやっぱマリガンなのか、今の。そうですね、初手補正あるから、まあ普通に6枚で鼻強くなるもんな。いや、そうだそうだな、まあ、マリガンしてよかったな。違う、いや、そう、紙だったら6回、あの10回やって10回キープするんだけど、そう、これ BO1 でしたね。つい若干なんかね、ついつい気が抜けるといつものキープ基準にしたんだよな。だからここは多分、まあマリガンしても反応強いからっていうことで、マリガンした方がいいはずですね。まあ2パスというか、あれですね、そのまあこの環境は例えば昔のさ、フォーゴトネルムみたく後手で2ターン目をパスしたら負けみたいな環境じゃないんだけど、とはいえまあ1枚詰まった時に何もできないはやばいから、まあなんか3ターン目にアクションが取れるとかだったらキープなんだけど、ランドを引けなかった時にやばいんだったら、まあ、マリガンか。うん。色はね、あったから難しいですよね。結構ね、この環境っていうか、やっぱりそのマジックって色は出ないからな。こうね、まあ、島島島でマリガンして、沼沼沼でマリガンして、島島島みたいな展開って、まあ、結構本当に多いからね、難しいところっすよね。あら、しゃあね、止め、いや、このターンスルーか、まあ、ブレーク来たか。じゃあミスったな。こうパスになりそうだったんで、パスになるんだったら、あのもうこっちにはブロックすればいいんで、あれだったんですよね。ブロックせずにこれのために洗ったんだけど、まあ、3でアクションがあるんだったらもうねっていう、それはまあいいでしょう。フェニックス、ちょっとこっちから引くか。強いターンこれで、まあ、基本的にはバウンス持ってくるんだけど、はいはいはい、あー、これむずいな。ここ次出さなくてもいいか。エッセンスキャッター構えて、さすがに出すか。まあまあ、バランスですね。除去持っていきましょう、無難、無難にしましょうね。あのフェニックスはどうなんでしょうね。なかなか難しいとは思うけど、やっぱこんな感じでさ、そのね、リソースが潤沢にない限り何もしないからなっちゃうから、結構むずいよね。個人的にはまあちょっと難しいと思うんだけど、わかんない、使
ったことないんですよね。結構避けちゃってるのもあるからね、あのカード。これがなんか別のね、なんかまあ太いクリーチャー、太いって言うともあれだけど、まあなんかね、まあまあちょっとこの枠として何が適当かはまあ分かんなすぎるかあれだけどね、例えばさコモンで言うとさ2マラ2のルーターゴブリンとかだったらさ、もうねこのフラット状態解消してるわけだしとか、まあ、333みたいなサイズのクリーチャーでも活躍するしとかで、結構ね、え、まあこういう状況だと本当に弱いんだけど、ただまあ1234でこう動けて殴って一生殴ってるって時はそれはまあ強いから、まあレイジングゴブリンでもね5回殴ったら5点入るからね、まあどこを見るかっすよね。で、あとはまあ相手が受験を守ってこなかったら3体パンチも結構安定するしで、まあ一生殴ってるとねどっかで、まあ、その諦めざるを得ない時来るから11止めるんでも嫌なことないか、まあ、ルーターあるかどうかか、まだルーターするかもです。あ、捨てれるかどうかっすよね。で、まだ3体パンチは結構あるからね、3体パンチ自体は。3体パンチできることとちょっとさ、ね、変わりそうだけどね。レジェンド入りだこれ。やることがない。1点ルーターするのも反応がちょっとね、ポハー君もポイはしたくないからな。ありがとう、悪いな。よし、これで1ヤードか。おっと、ローナの渦ディスカードしたくないからいいのか、そんなんで。そのカードはキッカーした方が強いぞ。かわいそうに。あれディスカードじゃない、あ、ディスカードしてる。え、結構いいもんディスカードしたな。もうちょい待つか。これこんなん出さなくてもいい。出すか。あ、出た。お、じゃあ上下で。いや、そういう時もあるよ。あるある。上から5枚にランドがないなんて珍しくもなんともないからね。いや、悪い顔してないよ。痛ましい顔してる俺はもう今。目を伏せて、口は固く歯を食いしばり、涙をこらえているかのようなそんな表情ですよ。にちゃー。ちさんはね、あれ結構止まんないんだよな、壁だと。なや、あ、で、ディスカイか。これエッセンスキャッター構えてやればよかったんだけどね。まあ、壁出してこれ一生構えられないよね。3入ってそうですね。あ、
まあ、そうっすね。これ飛行じゃ止めらんないっすよね。あ、飛行止めらんないっすよね。つって、やだなぁ。お、えらい。これ、青々が良かったな。殴らないわけにいかないかも、この状況は。なるほど。さすがにこんぐらい持ってくか。ビールド、え、これもう一枚あんのかな、ハンドに。いや、まあでもビールド置くんだったら。ありがたくって感じでありますよね。食事会。まあ、とはいえ、05は硬いため、止まる。地上は何も起きない。まあ、飛行だけ、ただ一生投げられてる。で、メサを一回バウンスして、8。エッセンスキャッター、ありがてえ。いや、置かなくていいか。ライフが苦しいロス。1点。あのフェニックスに 何点持って帰れるの、あれは。まずい。これはもう捨てきれないか。これ奥でいいか、別に。まあ7枚、まあもう1枚ぐらい起きうるからね、展開によっては。一応666出してこれ構えは絶対あるから、そのぐらいは。嫌だなこれ。とはいえか。あれ？あれしないんだ。いやー、微妙なんでな。言うて飛行を引いた瞬間止まるからね、フェニックスは。でもそしたらいずれ帰ってくるのか。いや、フェニックスも来るかも、これ。いや、撃たされたな、これ。おー、偉い。おー、ボハーも引いた。ルーターだな。ランドだいぶいったな。そこにランド3枚でしょ？ 3、6、10の11、12、13、14枚。あと3枚か。デッキにランド。14分の11がスペード。まあ、ありますね。の方を選んだ。おお、来た、仁先生。
お待ち申し上げておりました。フィニッシャー。確かに相手が死んでも出せなかった、これ確かに、ね、出せましたね。マナはあったかは覚えてないけど。そこは止まっても一応大丈夫。はい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 。うーん。並んできたな。さすがにこのターン殴んのは我慢するか。いやボハは切ってもよかったか。やらせてみようか。バーランありそうだなこれ。それはセーフ。これはいい感じのブロックができるぞ。ブロック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 でまあ2点だけ通る。オーケー。あ、殴れたやんあいつ。まあ、いっか。あいつ殴ってから生きるんだったわ。もう一点入ったね。いやー、バーランじゃなくてよかったー、マジで。マジでバーランじゃなくてよかった。今のがバーランだったら負けでしたね。ダメ無理っつって。いい勝負だった。1枚のカード差でしたね。何かコモンの方だったら負けだった。そうですね、本質の散乱。やっぱ結局フェニックスにやっぱ打ったのはまあでもルーティングできるからまあ、ね、あの状況のルーティングほぼワンドローなんで、まあまあ打つか。うん、はい、
1721強いっすよね、このカード。ええカードや。ワンタップイン引きたいですね。引けない。インパルス、ソーサリータイミング。まあでも確かに現代スタンダード見るとこのカードあんま使われてないし、まあちょっとまあ黒弾とかちょこちょこ使ってきありますけど、まあね、そんな使われてないとこを見るにはこんなもんなんでしょうね。現代スタンって考えるとちょっとビビってましたよね、このカードがあんま使われてなくて。昔のさ、レアより強いですからね、勇者。あれより強いからすごいよ。これは倒しに行っていいか。あ、見えてるもんね、これ止まってて。まあランド止まってても別にあれがいなくなるのがでかい。いや、バグってものじゃないけど単純に強いっすね。カードパワーが高い。土地引いた。エッセンスキャッターやめて。出た、許された。やろうなルーズ、これちょっと下送っとこう。諸事情により下。ローナルウズ自体はとても打ちたいが、諸事情によりね、これ引くとちょっとね。渦くれじゃあ行くろ。もう一回バンするぞ、5点入れるぞ。曲に合わせるなんて高度なことはできねえ。俺はただ殴るしか。あー、いいのかそんなに打って。ジンさんが出ちゃうぞ。ジンさんが、やめて、もう一回やめて。あー強すぎる。まずい、まずい、もう何もない。ちょっとしばらくか。師匠を引いた時に変わるからね。結局これがめっちゃ殴ってるってこと。6回殴ったこいつ、もしかしてナジャール。いやー、まずい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 、まずい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 。これは死んだか。もう何もできねえな。いや、スペル4枚そこにあるからな。お、構えた。いいのか構えて。俺なんもないぞ、俺には。土地以外のカード持ってないぞ俺は。そう、05ルーターね、立金に3枚なんだけど、1枚ここにいて、あとはもういないからね。ルーターさえ引ければではあるけど、ルーターが引かないと当然フラットはして死ぬっていうね。ありがとうございました。何を持っているんだ。もう返せない。罪ですね。無念。
まあ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 、ランの10代は入ってるからね。こんなもんでしょう。じゃあ、どうしようかな。パッつって。まあ、こんなもんか、今日は。じゃあ、いい時間なんでね。そう、渦も、いや、あの時は結構ね、反応強かったから、まあ、なんか引くでしょうではあったんですよね、あそこ。なんか引くだろうから、まあ、なんだっけ、微小術して、受けも作っといていいかなと思ったら、だら実際まあ、あれ置いててもね、まあ、多分結果は変わってないんで、まあ、実際そこからね、6枚のカードかなが全部ランドって場合だと、まあ、6分の6がランドなのか、6分の5がランドでも、まあ、実際そんな変わんないから、まあ、しゃあないかなって気がするな。まだ実際まあね、もう一枚305とかがね、そこの方にあってとかだと全然話は変わってくるから、まあ、うん、微小術師はあんま考えずにっていう話はまああったね。実際まあね、そのカードとしては相当強い、デッキの中でも相当強いカードだから、それをそこに送るリスクはね、めちゃくちゃありましたからね。ちょっと上振れを狙いすぎたっていう話はある。うん。まあ、今回に関しては変わんなかったっていうね、だけですね。まあ、まあ、プレミではありそう。まあ、はい。そんな感じで、今日は終わりで、来週はですね、まあ、できればですけども、点数表みたいなやつね、いつも作ってるやつ、あれの更新しようかなとか思っております。まあ、そんな感じなんで、よろしければ、またご視聴ください。ではそんな感じで、どうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ではおやすみなさい。ではでは。